今ご紹介いただきましたバイオサイエンスデータベースセンターの高見でございます。本日は多数お集まりいただきましてどうもありがとうございます。先ほどもお話ございましたけれども、私ども10月5日統合ということで、これまで何度かシンポジウムを開いてきております。で、今年は第一段階の最終年度ということで、この第一段階という意味は後でまたご説明申し上げますけれども、それで成果発表会を兼ねておりまして、ちょっと5日だけではなくて4日も含めて2日間というふうになっております。また最終年度ということで、少しここで一度総括をして、それで来年度以降のことを考えた方がいいんじゃないかということで、今日はこれまでどういう形でどういう考えのもとにこのデータベースの統合ということを進めてきたのか、そのご紹介をさせていただこうと思ってお時間をいただいている次第です。さて、ここに挙げましたのは、ここ10年15年ぐらいにこのデータベース、あるいはデータを取り巻くライフサイエンス分野のキーワードでございます。まだまだ他にもございます。私がざっと思いつくだけでもこういうものがありまして、先ほど出てきましたオープンアクセスとかオープンイノベーションということもございますし、それからデータ駆動型のサイエンスということもございますし、さまざまなことが来て、最近はビッグデータというところで、なんかこれが全部ひっくるめられているような状況にあるように思います。で、こういうような状況でございますので、データあるいはそのデータベースの重要性というのは、非常に高まってきているわけでございます。ただ残念ながらそれをうまく使えるかというと、なかなか難しい状況というのがございます。ここにざっとそのいくつか例をお示ししておりますけれども、データが囲い込まれているとかですね、権利関係がはっきりしないだとか、あるいはそれがうまくいったとしてもフォーマットや用語が不統一でなかなかうまく使えないとかですね、さまざまな問題が横たわっております。ですから、いろんなビッグプロジェクトが行われ、データが出てくるわけですけども、それをなかなかうまく活用できるような状況にはないというのがこれまでの状況ではなかろうかと思っています。で、それを何とか解消してデータの共有を促進して、そのデータの価値を最大化するしようということで、その統合データベースプロジェクトというものが始まったわけでございます。で、これは文科省の統合事業の、年表というでしょうか、変遷を少し書いたものでございますけれども、スタートいたしましたのが、そこにありますように2006年でございます。平成18年からスタートしております。で、その前に、文科省の方でライフサイエンス委員会の方で作業部会が作られ、報告書が出ておると。それから、それを受けまして、18年の9月から半年間だけまず統合プロジェクトっていうのが始まりまして、その後、翌年の2007年の4月から本格的にプロジェクトが、スタートしたと。最初から数えますと5年プロジェクトということで、2007年からは4年間ということでございます。で、それの受け皿として、情報システム研究機構に、データベースセンター for Life Science と DBCLS というのが、作られたわけでございます。で、そのプロジェクトが、2007年から4年間で終わるということで、その後どうするかということで、先ほどお話もございましたけれども、総合科学技術会議の方でご議論いただきまして、タスクフォースの報告書というのが出ております。文科省の方でも、作業部会が作られまして、それをどう進めるかというとの議論があったわけです。で、それを受けまして、この2011年、平成23年度から、NBDC が設立され、第一段階の3年間を、進めているというわけでございます。このような状況で、進めております。ですから、振り返りますと、7、8年このプロジェクトが行われているという状況でございます。で、その当時 の体制がこれでございまして、これあんまり意味がないんですけども、ちょっと懐かしいもので持ってきたんですが、その当時はですね、中核機関っていうのと、それはライフサイエンス統合データベースセンターですが、それ以外にも分担機関っていうのが選ばれまして、それからまた右の方にありますけど、補完課題という非常に統合しないといけないのに複雑な組織体制になっておりました。ただなんとかこういう体制で、ある種の、オールジャパンを目指すということで進めてきたわけでございます。では、どういうような考えで、プロジェクトを進めてきたかといいますと、ざっくりと申しまして、そこにあるような4段階、5段階ぐらいのイメージで進めてまいりました。
我が国には DDBJ はじめ、あるいは PDBJ はじめデータバンク事業もございますし、それから先ほどご紹介しましたミレニアムプロジェクトその他でさまざまなプロジェクトのデータベースが作られております。それから科研費用で作られている個別のデータベース、それからさまざまなツール、こういうものが散在しており、またどう使っていいかがわからないという状況がございましたので、それらのカタログをするとかポータルサイトを作る、あるいはそれをどう使えばいいかというような情報を整理する、それから3番目が、それを統一的に利用できるようなシームレスな検索環境を作ると、こういうようなところで進めてきたわけでございます。で現在はこの4番目、5番目あたりを目指してやっておりまして、より知識発見を支援するための分野別のデータベースでありますとか、解析のワークフローでありますとか、パイプラインでありますとか、そういうものを今作っている、こういう段階でございます。で最終的には先ほども申し上げましたけども、オープンイノベーションでありますとか、新たな知識発見で、もう少し言いますとデータベースを縦横に使った、データ生物学と、あるいはその医学というものが考えられるわけでございます。さて少し話を戻しまして、平成23年4月から、新たな体制になりまして、この NBDC というものがスタートいたしました。でこれは4つの柱からなっておりまして、1つが、いろんな戦略を立てる、先ほどご紹介ありました人のデータをどういうふうに共有すればいいか、誰にどういう形で見せていいのかというようなことを考えるガイドラインとかですね、あるいは国際的な連携の枠組み、そういうものを考える戦略立案、2点目がさまざまなサービス、開発されたデータベースツール等を、1箇所から見れるようなポータルサイトみたいなものを作ると。それから3番目4番目がこれはファンディングで行っておりますけれども、3番目が技術開発ということで、そのデータベースの統合化に必要な技術開発をすると。で4番目が、それぞれの分野ごとの、データベースを統合化していくと、こういう4つの柱で、進めてきたわけでございます。で具体的にはこの基盤技術の方の先ほどの3番目でお示ししたところは、先ほども少し触れましたけれども、平成19年に作られましたライフサイエンス統合データベースセンターでございます。ここがそのファンディングを受けてデータベースの技術開発を行っておるというわけでございます。それから2番目が先ほど4番目でお示ししたものでございますけれども、統合化推進ということで、そこにございますようなタイトルのそれぞれの分野ごとのデータベース作りというのが行われておるわけでございます。今回のシンポジウムではこれらの方々にご発表いただきますので、ぜひその成果をご覧いただきたいと思いますし、またポスター等も行っておりますので、そちらの方もご覧いただければと思っております。でまたいろんな開発されましたデータベースは先ほどご紹介いたしましたけれども、ポータルサイトということで、今 NBDC のサイト、それから前の文科省の統合プロジェクトになっていた、DBCLS が中心になって進めている統合データベースプロジェクト、この2つのホームページから、さまざまなツール等を、公開しておるサービスを提供しているわけでございます。さてそれ以外の活動といたしまして、私どもやはりその、独りよがりのデータベースを作っていては意味がありませんので、その実際に使う方の評価を受けるということで、その若手の方から含め、あるいはその民間企業の製薬等の企業の方も含め、の方に毎年のように評価をいただいて、このサービスはいいとか悪いとか、ここを改善した方がいいとか、そういうことを行ってきております。ちょっと2011年と12年は少し体制が変わったこともありまして中断しておりましたけど、今年もまたやって、どういうデータベースがいいか悪いかというようなことを議論いただきます。それからシンポジウム講習会ということで、今日まさに開いておりますけども、10月5日ということで、2009年から毎年のようにこの会を開いております。10月5日に固定したもんですから、明日は土曜日ですし、来年は多分日曜日になると思いますが、ぜひよろしくお願いします。もうこれちょっと変えられないもんですから。
それからあと年10回弱の講習会、あるいはまあそれ以外の勉強会、講演会とさまざま開いております。で、実はこのシンポジウムもそうですが、その講習会その他も全部あの動画を見れるようになっておりますので、今流行り の、 あの反転授業じゃございませんけども、あのそういうものでご覧いただけると思います。それからもう一つ、あの国際的な連携の取り組み、あるいは国際的な標準化を進めるということで、バイオハッカーソンという、バイオってのはまあご存知です、ハッカーソンというのはあのハッキングとマラソンということで、ハッキングってまあ悪い意味に使われますけど、まあ、ここではいい意味でいろいろ深くあのプログラムしようという意味で考えていただければいいんですけど、それを1週間ぐらいあの合宿しまして、まあ、外国人も交えまして合宿をするということで、毎年 20-30 名ぐらいの外国人に来ていただいて合宿をしています。それが2008年から、これまで6回開いてまいりました。私はあの、この会の、中でいつも挨拶させられるんですけども、ついうっかりと10回ぐらいやりたいと言ってしまったので、あと、4回やらないといけないので、あのこのファンディングが仮に切れても、まあ、あのやりたいと思ってますのでよろしくお願いします。それからもう一つはあのデータ共有の仕組み作りということでございまして、これはなかなかその統合しようにもですね、データの権利関係でありますとか、あるいは誰も出してくれないということになると困りますので、その仕組み作りに関しても私どもいろいろ働きかけをしてまいりました。それでここにありますようにライフ化、文科省のライフ化のプロジェクトでありますとか、 JST の戦略事業クレスト先駆けその他、それから厚労課金費、あるいは文科省の課金費、こういうようなところにの公募要領に、データベースができたらこの NBDC に提供くださいという文言が書かれております。まあ、公募要領に書かれているだけでございますので、あの強制力はないわけですけど、皆さん、まああのそれに なるべく従おうということでやってくださっておりますので、どん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 今データベース、データが集まりつつある状況でございます。最後はあのこれも先ほどご紹介ありましたけれども、人のデータに関しましてはそのプライバシーの問題がございますので、どういうような形で誰にどう見せるかというようなガイドライン等を整備してまいりました。さて、それでこれ今まであの文科省の取り組みを主に紹介いたしましたけど、実はあの他の省、先ほどもあのご紹介ありましたけども、経済産業省、農水省、それから厚労省等でも行われております。でそれをあの簡単にまとめた、あの時間軸でまとめたのがこの表でございまして、左側の方が、総合科学技術会議でのご議論の流れでございます。で右側の方がそれに伴って各省で、プロジェクトの立ち上げがどういうふうに行われてきたかというようなことでございまして、こういうような形で、4省を連携しながら、進めてきておるということでございます。でこれはあの各省で今4つの省の話をしましたけれども、それぞれのまあ統合データベースプロジェクトに相当するようなところのホームページでございますけれども、こういうふうにまあ一応その各省でそれぞれホームページを作っておりますけれども、まあこれだけではあの各省バラバラでございますので、一応こういうような4省どういうふうに連携していくかという枠組みを作りまして、まあ、あの非常にシンプルなカタログを一緒に作ろうとかですね、あるいはその横断的な統一的なシームレスな検索を一緒にやろうとか、あるいはデータをあのきちんとアーカイブしようとかですね、こういうような取り組みを、これまで、実務者の中で連携しながら進めてまいりました。で今大体3番目ぐらいまでは順調に進んでおりまして、今後4番目のところに向かっていくというようなことを、まあ、考えているわけでございます。それで、こういうような形でちょっとこれもシンプルなもので恐縮でございますけども、4省のデータベースがここの1つのサイトからたどれると、あるいは検索が4つの省のいろんなデータベースが一括してできるというようなことでございます。こういうものをこれより発展させていきたいというふうに思っております。さて、それで先ほど第一段階ということを冒頭申し上げました。これはあの平成21年の5月に総合科学技術会議の統合データベースタスクフォースで、ご議論いただいた報告書に書かれているものでございます。先ほど文科省の話をいたしましたけど、左側の方に文科省のプロジェクトが平成18年から始まって、23年3月で終わるということで、その後どうするかということで21年にご議論いただいた。そうするとまず3年間、第一段階として、JST で、このセンターを立ち上げてやるということが決まって、今この3年目にいるというわけでございます。これが第一段階の最終年度ということでございます。
で第2段階に関しましてはその後この3年間の間に考えるということでございまして、そういうことで今第2段階に向けていろんなご議論をしていただき、その結果が出ておるという状況でございます。で、じゃあどういうところで議論がされてきたかといいますと、この GST の NBDC の運営委員会で何度か議論いたしまして、昨年の7月にそういう報告書を出ております。また先ほど申しました DBCLS というその組織にございます情報システム研究機構のところでもご議論がございまして、統合データベースの推進方策というものが昨年の4月に出ております。それから内閣府の方では統合データベースタスクフォースというのが内閣府の組織が変わりましてなくなりましたものですから、それでライフイノベーション戦略協議会というところでご議論いただいております。でそれをその中では文科省で考えるようにということでございましたので、文科省の方でライフサイエンス委員会でご議論いただいて、今年の8月にその報告がまとまったということでございます。ですからこれで来年の姿っていうのがだいぶ見えてくるようになりました。で具体的にはここにあるような報告書、これは文科省のライフサイエンス委員会の資料の中にありますので、ネットでご覧いただければと思いますけれども、上の方がこれまでの経緯が書かれていて、左の方が、そのどういう成果があったかと。ただ真ん中の方に黄色で書いてあるような状況がいろいろございまして、人材が足りないだとかですね、いろいろ先ほど申しましたビッグデータが出てくるだとかですね、さまざまなことがございまして、そういうものを踏まえて第2段階をしようということでございます。でここにありますようにデータの爆発に対応するようなこと、それから人材育成というのが一番上に右の上にございます。それから真ん中の方には GST にこの組織ございますね、 GST のさまざまな情報事業と連携を図るということがございます。から3番目、これが既存の取り組みのさらなる展開ということで、多分今ファンディングを受けておられる方は今後どうなるんだろうと大変ご心配だと思うんですけども、来年以降も私どもはこの活動を続けていくと。ただ今財務省と接触中でございますので、予算規模等はまだはっきりしたことは分からないんですけども、これまでの取り組みをさらに進めていくということで考えております。その中で一つ今、ファンディングプログラム2つございまして、一つは、NBDC と DBCLS、DDCLS というところが技術開発しておりますけど、それは今ファンディングでやっておりますけども、共同研究の体制で来年度から移行というようなことでございます。さまざまな人のデータの受け入れその他をこれからも活発化していくと、こういうことで考えています。ぜひ来年以降もですね、引き続き私ども取り組んでまいりますのでよろしくお願いします。で最後になりますけども、最近ビッグデータという言葉が何度もしておりますけどもありますが、昔はデータの洪水っていうと何か溺れそうで嫌だというネガティブなイメージがあったのに、皆さんなぜか最近ビッグデータって喜んでおられるっていうのは、これ非常に不思議な感じでございまして、なんでだろうと思うんですが、私が見るところはやっぱり溺れることを心配した方がいい方の方が多いんじゃないかと思うんですね。でそういう意味で統合データベースプロジェクトはそういう溺れそうな人、溺れかかっている人を助けるプロジェクトでありたいということで、場合によっては大きな船かもしれませんし、ある時はサーフボードで駆けつけるかもしれませんけれども、そういうプロジェクトっていうことを進めていきたいと思っております。から最後になりますけれども、これまで8年間このプロジェクトやってまいりまして、いろんな方々にご支援いただいております。この場を持ちまして感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。